はい、どうも青井です。はい、友達コレクションということでね、はい、僕たち順調に友達を作ってまいります。はい、もう今日も友達できたから今日もすぐ友達できたんでね、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、じゃあどうぞ。サグの中です。はい、よろしくお願いします。はい、はい、すいません、中さんです。はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。はい、もううちの相方でございます。あ、はい、うちの神手ギターです。ありがとうございます、サータンです。えらい雰囲気変わりましたね。だいぶ絶望だー言うて。あの、サグさん、そういうバンドになられていく、うん、あの、ちょっとこれから方針ちょっと変えていこうか。はい、頑張りたいと思います。ありがとうございます。ね、本当に、はい。まあ、こうやってご一緒するのは初めてですか？初めてです。ですよね。サグとしては初めてです、ね。はい。うん。前ソロでね、両親に叩いていただいたんですけども。はい、あの、説はお世話になりました。お世話になりました。ありがとうございます。いいドラムも本当、トウヤなんかより全然良かったです。何をおっしゃいますやら。本当、トウヤ死ね。誰に向けてるんですか？本当にね、楽しかったですよ。ああ、ありがとうございます。またまたぜひ、機会があると。これからサグも復活したんで、はい、これからいろいろ絡めたらよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もう友達なんで、もう僕たちもお友達なんで。よろしくお願いします。ね、もしよかったら、あの、サグさんからあの宣伝などございます。あ、じゃあ年末の宣伝を、はい、12月24日代々木第二体育館で、ワンマンライブが決まってるので来てください。はい、はい、代々木、こちらになります。はい、はい、ぜひ、はい、来てください。よくできました。はい、ありがとうございます。はい、僕たちもね、今、まあ、終わりのメルディのツアーを待っております。はい、2014年ですか、1月12日、恵比寿リキッドルームの方でワンマンがございますので、はい、ぜひとも、はい、サグさんも見に来られると。はい、あの、はい、トマちゃんです。まあ、僕たちの結成日ですね。おお、なんかあるかな、偶然な。偶然な、いけるかな。いけたらいけます。はい、ということで、今後ともよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございました。はい、それではサグでした。違うやん。ありがとうございました。どういう趣味や。